おおマジ早い。あ、一人で、ね、残り1枚で友達がまた帰ってきたら当時って大当たり。ハードっぽい。ずっとハードっぽいあったのかな。頼む頼む。長かった謝りなさい。ごめんなさい。謝れ。ごめんなさい。そうだ。おいはいほマイク熱い。多分残り1枚までやと思うんですよ。タイトルと赤極みは、うん、でさらにエヴァですよ。残り1までいけば何かしらの当たりなわけですよ。ああなるほど、赤とエヴァが重複したからってことね。そう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 、まいったねこりゃ。ふわー、ありがとうございました。やっぱホワイト面白いよね。ホワイト10% の 10% でした。あ、じゃあ初めて見せられますね。あ、なるほど、割と早いね。 10% か。うわ、いや、だったらさ、歌い切らしてくるよね。じゃあもうせっかくやから A やります。ちょっとやってみましょう、せっかくなんで。それ実際ホールでやってみたことあるの？ないです、初めてです。あー、たたたたたたチャンスなのかどうか分かんないとこがいいのよね。ね、今の3テンパイも先読まなかったでしょ。当たった時のやつでしょ、初当たりのやつでしょ、復活したの。普段はシンプルが一番多い。そうだね、ノーマルよりもシンプル。ノーマルは打ってたもんじゃない。あ、そうなんだ。うん、煽りが多いということ。煽り、煽りすぎ。いや、ほぼ当たりっぱなしだから、その通常時のバランスの話は全然できないな。先読みすら一回も来ないもんね。もないです。あらら、あららら、絶好調だね。大丈夫、あれもう、た、もう今日は当てて、持って帰って。なんか偽り当てたいですし、なんか普通にたいけど、なんか自分でやりたいんですよ。いや、面白いぜ。ちょっと待って待って、姉さん、姉さん、当たってて、ね、すごい楽しいの分かるんだけどさ、一応動画だからさ、なんか2万発超えましたとかなって、なんかちょうだいよ。ちょっとこれ、A が止まればチャンス。そうそう、で、時間が大事。長秒で、長秒で、長秒で。視聴者の人たちの臨場感を伝えるためにさ。で、45秒の間に、図柄が揃えばいいって話なんですけど、今取り戻そうと。10秒とか15秒が結構多いんで、ここでね、赤ちゃんスレとかが欲しい。全然入ってこない。ピンク、はい。全然入ってこない。間に合ったら、はい、もう遅い。はい、はい、はい。ピンクで。赤、赤。2、はい、2。あと20秒残ってるんで。ああ、なるほど。確かにこれ。明菜ちゃん。明菜感全くないね。ここまでか。で終わりか。せやな、終わりや。終わりっぽい。あへん。終わり。大事な石をここ使いたくないからさ、もう一回当てて戻したいんやけど。だってこれ打ってる人って結構歌聴きたくて打ってる人もね、多いだろうから。だからなんでこれを作ったのかが私は分からない。テレビ用にこっちしたのに。テレビ用に2万発は言わんかったけどな、うん、テレビ用に一応そのモードは選んだのにね。そうや、そういう苦労式はあるもんね。
マジでこのモード一緒やらな、おもんないやろあれ。すいません、6連チャンで終わってしまいました。この純粋に一パチンコとしての偽りですか、それとも中森明菜としての偽りですか。あ、はい、さすがモロゲンとやっぱり付き合いたくない。ノーコメントで。パチンコやっぱすごいね、あなた気持ちが悪い。なるほどね。どうですか4項目、うん、とりあえず絞れてはいますよね。うん、絞れてはいます。だから4項目あって外れてると思うのが、うん、私たちの中では白熱、うん、でじゃないってことでしょ、うんうんうん、あとカスタムも外れるのかなっていうところの2つですよね。で、私1個言いたいのが、はい、スペックの時に私が何がスペックが最初に気になってたんですよ、うん、それで話をしてる中でちょっとスペック違うかもって、うん、偽りじゃないかもって思ったのが、近江物語の時にやっぱり万人に愛される機種がゆえに、うん、そのお店の扱いだとか、うん、長く愛されるためにはやっぱり打てるような状況にあるべきであってほしいって言ってたね、うん、なんだけど宮子さんが今までの偽りの台に関して思うことありました、同じように言ってたらないって言ってたんですよ。言ったね、それ言った、うん、それを信じるならもうスペックも外れるのかなって私は思っています。ST ってそんまんますぎないかね。途中でちょっと気になる発言をねメモしてたの。すごい名探偵、名探偵。まず打つ前から気になってたって言ったじゃん、うんうん、今回の偽り、うんうん、ってことは目に見える部分だと思うのよ。わ、うんうん、かります、激しく同意する。俺がねパチンコとしてなのか中森明菜としてなのか今回の偽りはどっちなのかって言ったらノーコメントって言ったらいいとこつくなってすげえ悩んで、でこれって俺その海に通ずるとこがあって、スペックすごいいいんだけど明菜でこのスペックにする必要はないと思ってる可能性が高いなと思ってるの。あと戻しも1個でしょ。とりあえずまあ今オルテツの意見は一応 ST とスペックで割れてはいるから、まあ、タナチュー自身が今から ST を消化するにあたってで ST に私も違和感を覚えますみたいなノリをちょっと出してよ、うん、でそこでせやろーみたいな感じで乗ってきたら俺はそこに、そこに向かせようとしてるだけな気がする。秒子だよ。はい、前半戦終了したんですけど2人はうん、まあ右打ち怪しんでるのかな、分かんないんですけど、視聴者様のだけにヒントを言うと、これが、普通の機種だったら偽りではなかったです。中森明菜だからこその偽りというか好きじゃなかったポイントなので、さっき前半戦終了間際に中森明菜とだからなのかって聞いてきたんですよ、諸角さんが。ドキッとしたんでそこはちょっと濁したんですけど、中森明菜だからそれが偽りだからって言ったらバレちゃいそうなんで、そのヒントはちょっとゲンさんには言わずご発表したいと思いますので、視聴者の皆様正解を何か考えながらご発表も見ていただけると嬉しいです。頑張ります。別に何でもないのかな、何とかなる、何とかなる、何とかなる、でも何とかなることもある。虫眼鏡ある、出てないです、うん、いいじゃない、なんか知らないけど初めて打つだけ、赤になっています。あと白熱じゃない、無理です、どうする、待って意味が分からない、次回予告なんか嬉しい、それなんだっけ、後半だ、すごくいい予告だった、立体感のタイプの仮面でした、紙タイプではなくてそれは、ね、プラスチックタイプ、それね、はい、後半なのよ、了解しました、プラスチックタイプの仮面でしたよ。あ、リスマン、あ、待って、選べる、バス選べない、はい、白熱か、待って、頼む、来い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 、白熱、白熱、頼む、もう、そう、よし、もやーとならなかった、音聞いた方がいいよ、分かっています、ごめんなさい。異邦人か、関係ない、分かったことが嬉しかった、ごめんなさい、大きくした音を、異邦人はね、飾りでないのよって言ってない、耳、その耳、完全になる、
あれこれ飾りじゃん。飾りだ。ええ飾りだ。飾りだ。飾りじゃん。聞き間違えてなかった。聞き間違えてるんじゃん。嬉しい。とても嬉しい。声を張らないのかよ。ごめんなさい、初めての白熱なんで。初搭載ですからね、この曲はね。そう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 、デザイアが最強リーチじゃなくてこの曲がっていうところから、それが嫌なんだよな。わかる、アキラといえばデザイアっていうのもありますもんね。デザイアミアモーレ赤。いやこれは大丈夫ですよ。 あるんだ、チャンスアップ飾りでも。あ、ね、はい、飾りのね、チャンスアップ出た、確か当たり。分からない、信じない、絶対に。知らなかったことにする、聞いてないことにする。最後までドキドキしながら。そうか、失礼。ほほほ、ハギフフ、ほーハギフフ。最後なんかある、なんかある。レバーやと思うよ。飾りは決められんだろ、さすがに。よかった回転位置言えよ、ババ黙んでろ、クソババ。608回転です。結構いったね。3万5500円です。あ、3551ですから、きっと、きっとです。きっとだって皆さん言ってますもんね、ST に。諸富ちゃん引き戻しでしたけど、レバ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 。気持ちよさそうな顔してた。もう生き顔だ、生き顔。めっちゃブスやったね。え、ブス。どうでもいいわよ、もう。ブスだっていいよ。本当に ST やられたら、うわ、バタスマジ嬉しいんです。握手しましたよ。いいよ。早く、早く。握手を。マジで嬉しい。タナチュー、だからその自分で ST やって、その ST の感触しっかり覚えてもらって。やっぱ自分でやる感覚と違う可能性もありますし。そう。そうだよ。気になる部分が多いっちゃ多いんですよ、横で見てると。待って、もうごめんなさい。あ、手広げてなきゃダメなのね。 OK です。当たらなく、おい、あ、緑ピンポーン。いい薬、キュインって言ってる、キュインって言ってんの。熱っ熱っ熱っ。聞いてください。よかったね。あー、もうハンドルでてててててはいはい、そう分かってはいても、待って、いいですか。熱な酸化ってなったんですよ。酸化の化が加えるではない、歌です。酸化の化が歌。飲まれちゃったよ。うわ、よかった、抜けてない。感想っていうのが、歌い切ったという意味での感想という、いろんな感想がいいじゃない。気持ちいい。私、あとアキナのね、あの数字のフォントが好きなの。これは変わってないのよね。俺も4000発ぐらいしか出てなかったけどさ、今やっと飲まれたの、うん、今やっと追加投資ぐらいだから、うん、まあなんか遊べる感じはあるね。そうそう考えたらスペックもなんかあんま穴はないね。そうね。なんでちょっと微妙な感じなの。なうわっつー。あー、待てな、あー、おめでとう。なんかな、これ私この前半のここあっ、なんか絶妙なんだよ。絶妙じゃありません。行ったら行ったで、この早いから気持ちいいは気持ちいいけど、中森明菜でそれする必要あったのかねっていう気はするよね。そうよ、そう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 、うん、わー、なんで、ピンポン言った、ピンポン言った、ピンポン、ピンポン当たり。え、蝶々止まらなかったのに。ピンポンだから。しかも蝶々止まらないで当たりもあるんだ。あるある。もうピンポンって言われた瞬間で頭の40はもう確かにちょっとどうだろうな。まだなんか打ってないから何とも言えないけど、少ししか確かにちょっとだけ味気ない感じもある。この40回って後半に待ち構えてるとはいえ、大本命がだよね。でもやっぱり大本命なんだよなって思いますよね、ここが。おお、なんで保留変わってないじゃん。めっちゃ好きなんですけど、こういうの。いや、これいいね。はい、そう、いいよいいよ。そう、手の動き悪くない。うわー、いいよ。あの赤だけど押し切れるのかな。いやー、うーん、いけ、押そう、合ってる。友達は、あ、いない。あ、いや、でもワンマンショー、ミアモーレはいける。クリスマスディナーショーです、これは。
アモーレアモーレ頼む頼む。どっちょっとこれはちょっと待って、こういうとこですよやっぱりね、メドレーがやっぱりいいですね。うわやっぱりメドレーですよ、やっぱりメドレーなんだ。メドレーって何、あのやっぱりこの歌い切り、歌い切りゾーンがやっぱり最高、最高よ、面白いよね、歌い切りだけで。だから最初の40回っていらないんじゃないですか。いや、いらないよ、いらないってことは ST が、いやでもそれはメドレーが面白いんだから、それはもう頭の上でいらん、全部メドレーでいいじゃん。あでもそうなのよね、曲を聴いてこれこれっていう風に盛り上がれるとか、友達と、そこがやっぱり秋のいいとこだなって思うと、なんか何度も言うけど最初の44回なすごい絶妙だなって思う、好みが分かれそう。だって中森明菜をさ打つ、その年齢層を考えたらあの高速はやっぱいらなくない。確かに打つ方って考えるといらん。うわごめんなさい、最高ですね、待ってごめんなさい本当に。まあ頭40回はまあそうなんだけど逆に頭40回もなんかあるんですか。そう、頭40回のなんかいいところはないと思いますか。あるよ、だって全敗したらワンチャンやん。そうです、パチンコ全部そうやん。そんなことないじゃん。今回は私なんかそのアキナだからアキナなのでっていう風な項目なのかなって私は勝手に感じてて、やっぱコンテンツに愛があるからね、うん、そうそうそう、長谷川アキナっていうね、他の機種じゃなくてこのアキナが故にアキナだからこうなんだよねっていうところが、逆に私の勝手な希望としてそういう琵琶湖さん出会ってほしいというか、そういう気持ちが私はすごくあるんですよ。だって私琵琶湖さんってやっぱアキラ植えてるの嬉しいですもんね、嬉しい。あ、うわー、ポーンって開いてた、見た、開いたらハートになったの、翼が、翼がハートになったわけ。ひら、あの、ひら、ひらてゆりなじゃなかった、あの、ひらてゆりなって何関係ない、ひらてゆりなはあの、テントウムシのサンバだった、完全に。すごい素晴らしい、久しぶりに初めて見たっていうか、初めて打ったから当たり前なんだけど、待って早いわよ、早いぞ、早いぞね、もうまくれそうでしょ。全然もうまくってますよね。俺まくってる完全に、もう急に田中になった、行っちゃってますよ。だからまくった分を誰が持って帰るか大会です。いや俺今日これ当てたらもう丸丸儲けだな。そうだよ、待って1万発ギリギリ届きそう。やっぱ今日の逸話はさ、そのやっぱ中森明菜愛があるからこそなのよね。見つめるな。うわ熱いよ、頼む。あーダメか、横切ったのにな。横切った、横切ってシビナやったよな多分。うわダメか、てか私まだ1回も 10% 取ってない。あったピンポ ン何色、青ピンポン、青ピンポン、あー見るか、チャンスあるぞ。マイク、あー何ですか、ピアニャオ歌えない、歌って歌って歌いまくれ。うわぁ何これ、全回転じゃない、全回転、うわほんまや、保留量あんじゃない、知らんけど気持ち裏腹だろ。あメドレーになってる、メドレーになってる、え2人でも2万6000発あるじゃん。マックスビーバー、マックスビーバー来たぞ。こんな痛い系の少女からこんなになんか深みのある声が出ると思わないもんね。そこのギャップもいいんだよね。今日あの我々の質問に嘘ついた、質問には嘘ついてない、もともとはついたことないよ、演技はするけど年齢ぐらいでね。流れ悪いぞ。そうか、嘘つけないからさっきみたいに黙秘権を使おうとしたわけか。そう、めちゃくちゃ気持ちいいって安心した瞬間がすごく危険ですから。今の前回って保留例じゃなかったんですね。うん、そうでしたね、演出でした。はい、ピンポンが聞きたい、ピン
本も聞きたい。いやでも今日は序盤に琵琶湖さんが ST やってくれたのが良かったね。おーカウントダウンだ。わいーブーン、うん、そうでしょ。誰いや歌わないの。歌わないんだ。当たったわけじゃないの。硬い。あの当たってはね。いわゆる普通の17歳なんだよね完全に。猫ちゃん関係ないこと言っていいですか。ひやこさん何プライベートで今度アキナフしていきますよ。いいよ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 絶対行きましょう。あーダメ。からのからのからの。おいよしゃい。うわうわチラパとチラパとしたんですよ。チラパでした。あーまたたたたたうーよし3枚目入れます。はい、はい、全然まくれますから。ケイさんそろそろよこれ多分。まあ時間的にあと5000くらいじゃない。すごいね。結局タナチューブ1万6000か。1万6000まだまだまだ ST 序盤やね。何もしかしてパープルした。うわおい、うわ今見ました。見てなかった。休ませて一発見入れたんですよ。そしたら手広げていきなり7。やるじゃない。ずれたくない。いや私もうパチンコに対して最近なんか信頼出るペースが早いし、なんかこれだって思える気ってそんなに見たれなかったんですけど、久々ピンときました。また明日も打ちたい、そう思える。掘りこれ何リュージョンフラッシュ。あ、これ強いこれ強いこれ強い。よし、あかかかか。あいやでも、あた、まあまあ変わった変わった人変わった何だよ。これはアツナが来ますってこと。ありがとうございます。まつげのターンでアツナが来るだけで、これ本当は残り2枚とかで出てほしかったよね。すっごい早かったもん。 50m 走クラスで1位よ。クラス1だ。参加の歌だ。ソングだ。あそ入り方自体はちょっと強いよね。ありがとうございます。しかもこれデュエットで歌ってると音響がダブルで歌ってるの聞こえるのよ。 そうだ、ね、そこもすごくいいですよね、うん、それがいいよね、うん、それはね新しいよね。超えられるよ超えられるよ。そう復活当たったわ。当たりじゃん。で田中さんこれ2人でゴールインした保留連ね。ダブル。あー惜しいね。あれさ抜き足差し足でね。今までさ望郷星とかさ、金太郎とか大海とかいろいろやってたでしょ、まあ、同じような理由で偽りになった機種ってありました。ないないんだ。2万発超えました。よーしお見事。いいありがとう。タナチュありがとう。いや嬉しい本当に。だからまあ最後のヒント、うん、一緒に頑張れ。よしいうわだパチンコを作った友達も納得してるっていう話が割とヒントかもしれない。10連超えると銅像が出てくるんだ。そうだよね。15連目カスタマーだって自分でさノーマルウルトラモンじゃないって言ったから違うよね。私はもう、もうってことはカスタムが偽りだったらもうノーマルもダメカスタムもダメになる。白熱ってタナチューどうなの？その今までのその秋名好きからしたらなんかその激アツの瞬間が分かりやすくなったのはいいと思うんですけど、うん、なんか白熱っていうものが大地さんの中で熱いものになっていく、うん、それに対して秋名に対してはあんまりあっちは合わないなっていうふうに思ってました今までは。それが素直な意見。俺もその ST によってはいるんだけど白熱ってそうなんか7種類あるとかさなんかそういう熱いものにいちいちそういうトッピングはいらないような。でもこのアキナに関しては白熱っていうものとうまく歌を私は掛け合わせてそのさっき琵琶湖さんがおっしゃってたようにイントロが聴けて察知できるとかそういう瞬間が生まれたところを私白熱をすごくアキナテイストにうまく やっているなっていうふうに感じました。すごく素直に素晴らしい。そう思います。そうよね。私はすごくその意見。ただ白熱だったら微妙でしたけど、うんうん、素晴らしい。
嬉しいですやっぱ秋菜だからっていうところが今回大事だなってすごく感じる。今の素晴らしいは本音だね。ただ琵琶湖さんあの前回もそうだけど引っ掛けようとしてくるときは棚中に向けて喋るのよねそうなんだ。棚中をそっち側に引きずり込もうとする節はやだ地獄へずっとある。地獄、地獄の使者、地獄からのディーバ。棚中に同意することによって棚中の中からそれを消し去る。無理、成人女性 B、 成人 B、 熟女 B、 熟女 B、 ハイライブモード。すごい。棚中どうですか、まとまった？もうあんま時間ないけど、棚中 ST 終わりでも終わりじゃない、はい、でも諸角さん私はまとまりました。まとまった、大体。それは私は諸角さんというその気持ちかなと思います。よし、サファイアフラッシュじゃないこれ。あれ、なんでもない、持て持て、うわー、たうわ、なんでもないのか、ちょっと流れ悪いな。ちょっと田中さん、もうちょっと頑張ってよ。マイクもうすぐ当たるから。もうワン、もう一つ、一回流れも来てほしい。いけるいける、お願い。いや、いけるってか、もうお願い。もう OK、 あ、しゃ、何、青じゃん、もう来るだけいい、来るだけいい、来るだけいい、来るだけいいですよ。は、歌ってほしいのよ、まず。いや、結局先読み一回だけか、当たったやつの。でも、もうワンピンポン、もう頼む、きついか。あ、惜しい。青い変えてんの。うぅー、オッケー、頼む、これ、あんただよ。あ、かかかかか、歌えよ、歌、オッケー。あ、ちまちま、これ、あつ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 、オッケー、熱い、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、よし、ダメ、次。いやいや、垂れてる垂れてる最高。マジで当てたら、それ当てたら私あの余分の3にしてあげる。友達、そう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 、いいよ。いや、これ決めたらマジで、決めたらマジで本物の釜、本物、千年に一度のお釜、千年に一度、これ絶対当てる。お友達、お友達、お友達、ここで終わってもいいから、ここだけはお願い。千年に一度、はい、よっしゃ、よっしゃ、嬉しい、うま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 い。これでマイクはもうちょっと打てる。あー、楽しい、この台。一ピンポンであんだけ興奮できるのよ。いや、よかった、スプレー缶。いや、今のやっぱ熱よね、スプレー熱感。熱よくスプレー缶持ったよ、本当に。そう、スプレーでもね、あれ歌姫とかライブだったらもう 30% って下がっちゃうから。 あれも昔からのね、同じ名詞ですもんね。あと、そういうところもね、熱いのよ。踏襲してるところも好きよ。そうよね、そうよね、そう、うん、新しくなるのもいいんだけど、やっぱりね、その良きものをね、しっかりね。やっぱり秋菜はあそこなのよ、やっぱ歌うとこなのよ。そうそうそう、16連でした。いや、素晴らしい、お疲れ様でした。23565、よし、じゃあ実践終了ですね。ありがとう、1回転させてぜ、ありがとう、1回転。やっと来た、やっと来ました、お待たせしました。本当にどっちにしろ得する回、やっと来ました。いや、すごかったですね、2人とも愛が伝わりましたよ。マジで嬉しいですし、本当にパチンコ打ってるだけなのよ、もうね、冷めやらないわけ。まだね、なんか興奮してるもんね。いや、てかもう終わりが早い。何なの、もうちょっと打ちたかった。もちろん、あと3時間落ちたかったよね。打ちたかったです。 ST の後のあそこのさ、そう、あのゾーン、分かるよ、面白いのよ。アキナファンとして申し訳ありません、もう尽きないですけど話は。はい、というわけで、まずじゃあ今日の終始発表しましょうか、はい、じゃあまずはマイナスの方、僕からいきたいと思います、はい、投資が26,000、6500発回収ゼロですので、そのままマイナスの6500発となりました。はい、お疲れ様でした。はい、田中さん、本当に結構投資いったんですけれども、結局、2万発以上出まして、プラスの1万3000発ほど出ました。やった、ありがとうございます。さすが、本当に
そして私投資2000円だったんですけども、いろいろありまして、プラス14,332個のプラスでございます。お見事、投資が少なかったね。ありがとうございました。素晴らしかったです。ありがとうございます。というわけでこれで3人トータルがプラスの21,041ともとなりました。やった、2万発21,000円です。だからこれを偽り切れれば、2万発お持ち帰りです、1人で。で、我々当てれば約1万発ずつ。じゃあもうタナちゃんあれでいいですね。いいです、はい、後悔ないです。じゃあもう最終打ち合わせなしで、はい、もうこう行きたいと思います。それでは、発表させていただきます。あなたの偽りは、せーの、スペックです。私の偽りは、ごめんなさい、カスタムです。ちょっと待って、ありえないことを聞いて。おかしいだろ、ノーマルじゃ打てない、打てたもんじゃないって。ちょっと待って、意味わかんない。おかしいだろ、これは。ちょっと待って、マジで意味わかんない。だから、ちょっと待って、違うってずっと言ってたよ。何が。いや、それは私たちが ST に寄せてるっていう風なポーズをね、うん、寄せておいて、うんうん、実は ST じゃないだろって思ってたんですよ、うん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 、そして ST と私たちはスペックで迷ったんですよね。カスタムはもともと別にあんまりなかった。白熱は違うだろうと思ってて、残り3択。白熱はね、途中なんかある前にもうちょっとビクッとした瞬間あったって言ってたから、あ、じゃあ白熱違うねって言って。ちょっと待って、なんでカスタムなんですか。それ本当に私言いたいかも。あの占有率がやっぱり 50% っていうのを最初に申し上げました通り、今日占有率、占有率が、うん、初当たりに私が2回取って、はい、1個カスタムなかったじゃない、はい、で、もずみさんはありました。カスタムしといて、いや、1の1ですよ。カスタムが生きたから。で、右はだって、右はだってもう時短中だから。いや、あれもだって先読みしてたやん、シンプルしてたやん。でも保留変化してないやん。時短中は生きるんだっけ。時短中も生きます、うん、で、タナチュに関してはなしやったじゃないですか。あの、秋のうちからしたら、あの先読みチャンスにもシンプルにしろ、多少200回に1回ならなきゃダメよ。で、私らがハマってたじゃん、最後なんも出へんかったやん。あれ待てないのよ、ハマると。確かに私もでも初当たり600超えてたんですけど、うん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 、1回も何にもなくてよく言ってました、ね、うん、何にもないですね、うん、とは言って、うんうん、他の機種やったらいいって話しましたよ。そこを突っ込まれたら、それがだから履き違え、うん、完全に履き違えた。秋名だからなんかさ、やっぱりいろんな方楽しむ方がたくさん年齢層いるから、うん、あのスペックじゃなくても良くないって思った。いわゆるその王道のボックスで、ね、入るような機種に似たスペックじゃなくていいっていうね。だから数台数台あのいろんなお店さんに入って、広く楽しく長く楽しめるスペックの方がいいんじゃないって私たちは思ってたんですよ、うんうん、私も確かに何にも来ないって、アキナ打ってんだから、うん、右打ちもやりたいけど、うん、通常時の歌聞きたいんですよ、うん、そうリーチの、まあ、だから北斗で言うなら1万円使った時に中断中で1回ぐらい弾ける確率やっていう、そういうことですよね。それでまあドキドキもできるから、まあ、ちょっとこうフラッと打った人が、まあ、1回でもね、当たるか当たらないか別として、ちょっとドキッとしてる、先読み1回待とうかなみたいな遊び方をさせてほしかったですね。あ、なるほどね。まあ、占有率に対して怒ってます。ちょっと待って、でもさ、最後に1つだけいいですか。1個だけどうしても納得いかんことがある。あお、打つ前から気になってたって嘘やん。じゃあそうだ、嘘やんか、それ嘘だ。私今日1個も嘘ついてないって言ったけど、あれ嘘やんか。嘘ついたな。打つ前から気になるわけないだろうが、あの発生率とか占有率が、年齢がもう嘘ついたな。嘘やんか、もう最初から。嘘つきやろう。嘘つき女、女じゃないやろ。嘘ついとったんか。地獄へ行け、地獄へ。おかしいやろ。嘘つき下を抜かよ。あれが抜いてやろうか、下を。占有率とか発生率がペンチないんですか。打つ前から分かるわけないやろが。ペンチ、あくまでも普通やカスタムは。嘘つけー。いや、打つ前からあの資料をいただいてた。嘘つけー。今やらそこに嘘つきみたいな顔して。すいませんね。ちょっと言い過ぎた。ちょっと言い過ぎた。ちょっと言い過ぎました。すっぴは無理やわ。いや、まあまあ。泣くなよ。泣いたら悪者見えるからな、こっちがな。泣くのは嫌だぞ。どこ見てんだよ。泣く女は許さないぞ、泣く女は。男だろうが。大丈夫ですね。大丈夫ですね。ほら、大丈夫。なんかどこ見てんだよ。気が気じゃないですよ。怖い仕事ですよ。まあ、というわけで、宮本さんが、いやいやいや、お見事でございましたよ。500、2万、1000発をお持ち帰りです。
いや、まあ、座り成功。素晴らしかった。ありがとうございます。黒木ね、皆さん、アキナをもうちょっと売っていただきたいなと。うちの近所のアキナ2台ぐらい導入してもらいたい。そうですね、今日は本当愛とプレゼントというところに関してはね、文句なしだったと思いますんで、皆さんもぜひとも見かけたら打ってみてください。さあ、というわけで今回の逸材さんじゃしこねんでお別れでございます。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。よっと大丈夫だ、大丈夫だ、大丈夫だ、今日はうまくいったよ。すいません。